前回の動画では日本国憲法の3原則について確認をしましたそしてその最後に紹介したのが平和主義やったわけやね今回の動画ではこの平和主義についてより詳しく見ていきたいなと思います憲法の中で平和主義について主に書かれているのは全文と第9条の部分です 前回は第9条のこの線が引っ張ってある下線の部分を見ていきたんやけど今回は全文9条もう少しそれぞれ詳しく見ていきたいなと思いますまず全文です全文はこの前にも後ろにももうちょっと文章が続いてるんやけど平和主義について書かれているのはこっからここまで,ですこれちょっと長いんやけど頑張って読んでみましょう 日本国民は高級の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と真偽に信頼して、安全と生存を保持しようと決意した。 ししかし憲法はさすがです。すごく簡単に言ってしまうと、日本の国民は平和を願っていますと、そしてその理想を自覚していて、諸国民の信頼、諸国民同士で信頼し合って、安全と生存を守っていこうと決意しました。というのこの意味合いです。平和と安全と生存を守っていこうと決意しました。と書いています。そして次。 我らは平和を維持し、先制と霊重、圧迫と偏境を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において名誉ある地位を占めたいと思う。うん、国際社会って出てきたよね。なので、この全文は日本だけについて書かれたものではないんです。 戦争とかそういう弾圧みたいなことを取り除いていこうとしている世界国際社会において名誉のある地位を占めたいと思ってますと書いていますそして最後「我らは全世界の国民が等しく恐怖と欠乏から免れ平和のうちに生存する権利を有することを確認しますると」 ここにも全世なので我々日本国民は全世界の国民が同じように恐怖とか欠乏から免れて平和の中で生きていく権利を持っているんだっいことを確認しますよと書いてあるわけです。なので全文では国民日本国民だけじゃなくて全世界の人が平和に生きていく権利を持っているんだていうことを確認したわけ。 なので日本の平和だけじゃなくてこの全文では世界の平和を望んでいるわけです。これが全文になります。そでは次に具体的に書いてあるのが第9条やって話をしたよね。これもちょっと読んでみましょう。まずここは前回ちょっと省略した部分です。日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し平和を求めていますよってことだよね。これが大事な部分です。 国権の発動たる戦争と武力による威嚇または武力の行使は国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄すると。なので戦争と武力の行使は国際紛争を解決する手段としてはやめますと。なので戦争の放棄をしているわけです。ただちょっと注意をしていきたい詳しく説明しておきたいのはポイントはここです。 国際紛争を解決する手段としてはって書いてるので国と国との戦争争いではこの戦争っていうのは放棄したけど他の国から攻められた時自分の国を守るつまり自衛のためにはこの武力の行使とかっていうのを放棄しているわけではありませんこれが一つ自衛隊が存在している理由になっているわけねまたこの後で見ていきます そして実はこの項目の後にもう一つ2項というのがあります。何が書いてあるでしょうか。全項の目的を達するため、この目的を達成するために、陸海空軍、その他の戦力はこれを保持しない。陸軍、空軍、海軍といった戦力は持ちませんよと。なので、戦力の不保持と、不保持が書いてあるわけです。 そして最後国の公戦権はこれを認めない国同士で戦うことについてこの権利を認めていませんよと公戦権の否認となりますなので第9条はちょっと難しくなるんやけど平和について戦争の放棄について書かれているってよく言われるんやけど大きく3つの内容から成り立っている「戦争の放棄」と「戦力の不保持」そして公戦権の否認と3つのポイントからできています そして、この憲法と合わせて紹介しておきたい、ま日本の平和主義を象徴するような一つの文章というか言葉があります。何かというと、聞いたことあるかな比較三原則というものです。ちょっとずれてしまったけど、比較三原則というもので。これは何かっていうと、 えと冷戦の時覚えてるかな歴史でやった冷戦えソ連とアメリカを中心に資本主義の国々と社会主義の国々がま直接戦いはしなかったけど冷たい戦争の状態になったんやねまその時日本はすごく重要な戦略的に重要なポイントになったので地域になったのでこの核兵器 一度広島とか長崎に落とされた原爆とかの核兵器が日本に配備されるんじゃないかという心配が国中に広がりましたそこで日本の政府としては核兵器は日本は持たないし自分たちで作らないしアメリカとか他の国に日本に持ち込ませたりはしないですよという3つの原則を明らかにしたんです。 比っていうのはあらず否定するってことだね。なので核をあらずの三原則比較三原則と言います。核兵器を持たず作らず持ち込ませずという3つの原則になります。 これが冷戦の時にはっきりとした日本の方針として示されました。なので日本っていうのは核を自分たちで持っていないし作りもしないし他の国に日本の国の中に持ち込ませることをしませんよというのが今の日本でも基本的な核についての原則になっているんです。こうした憲法についてとこうした原則がありますよと。ただ前回の動画の最後に話した通りでも 自衛隊ありますそれに日本軍ではないけどアメリカ軍の基地日本にいっぱいあるよねあれは何なんやと説明してくれよと思うかもしれません説明しましょう何で自衛隊があるのかそしてなんでアメリカ軍日本にいるのかってことやねんけど日本にアメリカ軍がいる元々のそのきっかけというか始まりになったのは 日米安全保障条条約約という条約です。日本とアメリカは太平洋戦争をして日本は降伏したんやけどその後とちょっと前にも話した通おり日本っていうのは GHQ の管理下に置かれていたわけねアメリカの管理下に置かれてました。 その後日本とアメリカは正式に講和条約仲直りの条約を結ぶ他の国とも結んでいくんやけどその時に一緒に結ばれたのが日米安全保障条約です。この条約に基づいて日本は軍を持たないということになったのでアメリカが日本をまあ 監視していくためにも、そして他の国々との関係をこう緊張を保っていくというか力を保っていくためにもアメリカ軍が日本の中に残ることになりましたなのでこれに基本的にはもちろん変わったりはしてた部分もあるんやけど基づいてアメリカ軍が日本に留まっていますそして沖縄は1972年まで ずっとアメリカ軍に占領されていたので、沖縄ね、どうしても沖縄には基地が集中しがちです。沖縄県にアメリカ軍の基地は集中しています。日本全国の軍人の人の数でいうと、約半分が沖縄にいます。沖縄の全面積の10%、ですこの沖縄本島でいうと、一番大きな本島でいうと、面積の約18%がアメリカ軍の基地になっているんです。 こうしたところから日本の中にアメリカ軍の基地があったり軍人さんがいたりまするんやね。それじゃ次「自衛隊は何なんや」と。1954年にこれもまた冷戦の影響を受けて最初は警察予備隊としてスタートしたのが自衛隊の始まりでした。1954年にはそれが自衛隊になります。 この自衛隊はよく海外からも「軍隊じゃないか」とかって言われたりすることもあるんやけど日本政府の見解はこうです自衛隊は戦力ではなくこの憲法9条で放棄した戦力ではなく自衛のための必要最小限度の実力と言っています自衛は OK なわけやねそして自衛をしていくためには戦力は持たないけどやっぱり 力は必要なので、そのために実力を持っていますよというふに言ってるんです。なるほどと思うよね。必要最小限度と言ってるんやけど、日本の陸海空軍ではないんやけど、自衛隊の軍事力、自衛隊の力を合わせると世界の中でもかなりの力を持っている規模の。 自衛隊になります。まそれぐらいの力はあるんやけど、一応日本政府としては自衛のための必要最小限度の実力というのが日本政府の正式な見解になっています。えそしてこの自衛隊、もちろん海外に戦争に行ったりはしてませんけど、しし国連平和維持活動 PKO と呼ばれる活動の中で戦争の後の ね処理とかに協力をしたり、災害があった時の救援に行ったり、海外とかにも派遣されることもあります。いろんなところででも自衛隊というのは活躍をしているわけです。今回の動画では三原則のうちの一つ平和主義について詳しく見ていきました。